はいどうもこんにちはクレイです。というわけで今回はプロスピ交換会、こちらについて動画を撮っていこうかなと思います。はい、というわけでございまして、10日間にわたるイベント期間が終了いたしました。まあ、本当はですね、イベント開始前に解説動画1本撮ろうかなと思っていたんですけれども、まあいろいろありまして動画出せなかったので、まあ今回ですね、終わってみてまあいろんなお話をしていく動画1本作ろうかなと思います。まずはですね、僕のメインの結果の方から、お見せしていって、でまあその後初の開催を終えての感想だったりとか、今後どうなるかとか、あとは期待することをなどのお話、あとはツイッターで募集した皆さんのリアルな感想っていうところなんかも、まあ、動画後半部分ではね、紹介していければいいなというふうに思っております。まあ、正直このプロスピ交換会、次いつ来るか全くわからない状況ですけれども、まあ、次来た時に振り返りで見れる動画になってたらいいなとも思いますし、まあ、あとは単純にこの動画のコメント欄とかがね、まあ、いろいろこの交換会に対して、まあ、振り返れる場所になったらいいなということで、動画の方をね、一本作っていきたいなと思います。ってことで、まずはメインの交換結果から見ていきたいと思います。いきましょう。はい、ってことでございまして、まずは、もう早速ですね、1日目1回目の交換分から見ていきたいと思います。まず投入した選手たちは、いきなり初日からかなり、攻めましたね。大野翔太選手のめちゃめちゃ古い極み、あとは、まあ、シリーズ2の外選手にエキサイティングの柳田選手、この3人を投入した結果、交換結果はこんな感じでございます。はい、大野選手が萌音の選手、外選手が音坂選手、柳田選手が大竹選手に変わったっていう結果でしたね。まあこれに関してはまずまずかなと思います。音坂選手がもし未所持だったらめっちゃ嬉しかったなって感じだったんですけど、まあまずまずって感じかなと思います。続いて、2回目ですね。はい、こちらに関してはタイムスリップと、山本由伸選手ですね。この2人が結構まあ投入したところかなと思います。であとは自チームは相変わらず DeNA で、その選手のシリーズ1を投入しました。でその結果がこんな感じ。はい、宮本選手が木村選手に、佐野選手が上茶谷選手に、山本選手が近藤選手に変わったっていう結果でした。まあ結構皆さんこういう展開あったかなと思うんですけど、レベル1の選手を出してレベルマックスの選手、まあ71でしたけど、これが来るとかなり、なんか得した感じがするなっていう気がしましたね。はい、次、3回目ですね。こちらに関してはエキサイティングの柳田選手でエスコバー選手をサンドイッチしました。ランダムボックスの方がこれ多分去年かな、去年の古い柳田選手のエキサイティング、これちょっと懐かしいですよね。これプレゼントボックス眠ってたんで出してみました。であとは2020交換ボックスで、エキサイティングの柳田選手と自チーム交換ボックスがエスコバー選手って感じですね。で、その結果がこんな感じ。はい、柳田選手が阪神の島本選手に、でエスコバー選手がパットン選手に、でエキサイティングの柳田選手が中山選手にっていう結果だったんですけど、まあこれも見てもらったら分かる通り、数万円かけた男がここで出てしまいました。はい、あのグレードアップは何だったんでしょうか。続いて4回目見ていきたいと思います。はい、ここはですね、ランダムボックスでイベントの累計かな、これトラベラーの多分生放送でやってた累計で出た森下選手を即ランダムボックスに入れました。であとは、2020交換ボックスに山本由伸選手、もう1枚ねちょっとボックスにあったので、投入したっていう感じです。まあちょっと片落ちではありますけれども、この辺とかリアタイとかで、使える選手出しておけば、まあ、喜んでもらえる方もいるかなってことで、とりあえず出していたって感じでしたね。でその結果がこんな感じ。はい、2日連続の島本さんが登場っていう結果でしたね。また大阪選手に菊池選手が来たって感じです。で最後第5回ですね、ランダムボックスで大谷選手、ワールドスター去年のものなんですけど、投手大谷選手を放出しました。まあ、ここは純粋に使っていただいてもいいですし、まあ、あと写真変更とか、あとは限界突破要因に使ってもらえたら嬉しいかなってことで出しました。あとは自チーム、宮崎選手のシリーズ1、そして2020交換ボックスにはサファテ選手ですね、入れました。で結果こんな感じ。はい、二木選手、ロペス選手、栗山選手という結果だったんですけれども、まあトータルで見て正直言って、まあメインアカウントは特に大きな補強はなかったかな。まあなかなかね、もう本当にピンポイントで補強ってなると、じゃああとは OB で東王さんが欲しかったなとか、なんかもうそんな感じになっちゃうので、まあ目立った補強はなかったかなっていう感じだったんですけど、まあちょっとそれを踏まえた上でね、感想の方をお話ししていこうかなと思います。はい、ということでまずはですね、ちょっと良かった点からお話をしていこうかな。やっぱまずはやっぱ良かったことからお話しするのが一番いいかなと思うんで、良かったところからお話ししていきたいと思います。まずは一つ目は、やっぱ久しぶりにイベントでワクワクして楽しかったなっていう、ここが一番かなと思います。まあどうしてもね、結構皆さんもう長くこのプロスペース遊んでると、イベントのマンネリ作業感っていうのはね、どうしても出ちゃうんですよね。まあもうそれはしょうがないものかなって個人的にも思ってるんですが、まあ今回のこの交換会っていうイベントに関しては、そもそものシステムが全く新しいものでしたし、まあそこまで大きな補強はねできないと心では思っていながらも、どっかで期待しちゃうっていうね、なんかそんな気持ちがすごい楽しかったなと思います。で続いて良かった点2つ目が、使い道に困る選手を活かせる機会になったっていうところですね。まあこれも本当に、個人的には大きい
いかなと思っていて、まあこの選手使わないけどミキサーもったいないなっていう選手皆さん結構持ってると思うんですよね。まあ僕も本当にたくさんいろんな選手を持っていたんですけど、まあそのような選手はですねやっぱ本体で使っていただくのももちろんそうだと思うんですけど、限界突破要員としてでもですね、まあ誰かの元で輝くかもしれないっていうところで、まあそんな願いを込めて放出できるっていうところでは、まあ違った意味でもね面白いイベントだったのかなというふうには思います。で続いて改善してほしい点ですね、個人的には2つここも挙げさせてもらいたいなと思うんですけど、まずはやっぱ提出から結果までのテンポ感ですね。今回のシステムが提出から抽選そして結果発表まで2日かかるシステムだったんですよね。まあやっぱちょっと提出から抽選結果発表までのテンポ感が、まあ、若干遅いかなっていう感覚はしました。まあでもこれも本当にシステム上ねどうしても仕方ないことなのかなとも思っているところであるので、まあ、難しいなって感じはあるんですけど、まあでも楽しかったからこそね、余計にそう思えた、ところだったのかなというふうに思います。で続いて2つ目がボックスの種類像ですね。まあ今回はこんな感じで、まあもう皆さんご存知だと思いますがランダム同チーム交換ボックスっていう感じの3種類だったんですけど、これにプラスアルファでまあ極み交換ボックスとか、まあ、あとは A ランクレベルマックス限定のボックスなんかがあってもまあ面白いんじゃないかなって個人的には思いました。まあただこの辺はなんとなくだけど今後まあ増えていきそうな気もしなくもない部分ではあるので、まあもしね次プロスペ交換会があればまあその辺もねちょっと期待はしておきたいかなと思います。はい、ってことでここからですね、ユーザーの反応まとめということで、まあ皆さんからいただいたツイッターのリプライをいくつか紹介していこうかなと思います。まず一つ目がこちら、はい、Z 沖縄さんかな。それぞれが目指すチーム像によって需要が違うので、いわゆる当たり選手の概念が人によって違う、このゲームだからこそ同じ選手でも様々な反応がありとても面白いイベントだったかと思います。私は今年始めたので過去シリーズの写真とか終わってしまった TS の選手が手に入るのが嬉しかったですということで、まあ本当にこれはその通りだなと思ってて、まあこの後もお話出ると思うんですけど、純正のユーザーの方とかにとってはね本当に嬉しいイベントだったりもしたのかなと思います。また本体に使うのもそうですし、限界突破にこの選手使えるなっていう部分での獲得になったところとかもねあったと思うので、まあこれは本当にそうだなと思います。はい、で続いてりょうさんですかね。ライオンズ純正が強化できたので良かったです。純正を強化するという目標を持った方には、特にいいイベントだったのではないでしょうかということで、まあこれも本当に、さっきの話に通ずる部分ですが、純正のユーザーにとっては本当にいいイベントでしたよね。まあ、やっぱ自チームミキサーって5枚 S ランク使わないといけないと思うんですけど、今回この2020自チーム交換ボックス、まあ同チーム交換ボックスっていうところでは1枚が1枚に変わるっていうシステムだったので、まあ、本当に純正にとっては強化がしやすかったかなと思います。続いてボクさんかな。やっぱり自分が始める前のシリーズの選手が手元に来て、あ、この選手この時はこんな成績だったんだ、こんなパラメーターだったんだと知る機会になりました。まあこれもね、まあ最近始めた方とかにとってはこういう部分でのね嬉しさもあったのかなとは思いますね。続いてケイゴさん、俺やん。最高のイベントだと思います。1枚でミキサーできる感じ、しかも OB とかも手に入る。私はロッテマサラ選手とアニバー枠井選手が当たりでした。自チームかぶりでも5枚集めればミキサーで高確率で欲しい選手が手に入りますし、まあこれそうなんですよね。そう、本当にさっきも言いましたけど1枚でミキサーできて、なおかつまあその S ランクも当然1枚で返ってくるので、まあ最悪かぶった選手とかも、ミキサーをね、やってしまえばまあ高確率で欲しい選手があって、本当にその通りだと思います。続いてその辺の石さん、同ポジション交換とかあってもよかった。これね、改善ポイントのところかなと思うんですけど、確かに同ポジション交換っても面白かったですね。続いて、マーク D ワーフさんかな。かなりいいイベントだと思います。ですが同じ選手が出したらお相手さんも同じ選手だったようなことが、多かったので、もし次回やるなら同じ選手の交換がないようにしてもらいたい。まあこれね本当にそう個人的にも思うんですよね。結構ツイッターとかの報告でも同じ選手が帰ってきたみたいな報告もあったんですけど、まあただその分なんか元々イベントのお知らせにあった交換不成立っていうところが多分ほぼほぼなかったんじゃないかなと。僕はここまででいろんな報告受けてるんですけど、交換不成立の結果見てないんですよね。まあその交換不成立をまあ発生させてしまうか、同じ選手をなくすか、まあ多分この2択になっちゃうんじゃないかなってシステム上思っているので、まあちょっと難しいかなと思うんですけど、まあできるのであれば確かに、まあこの辺あったらまあストレスフリーにできるところはもしかしたらあるかもなと思いますね。まあでも選手によってね出てる枚数とかも多分バラバラなんでちょっと難しそうですね。続いてシンさんですね。前クルエガの妄想でやってた時、アニバの後プラスベストナイトホルダーの間で少し冷める人が多くなるこの期間にやったのはいいというのを聞いて、なるほどだと思った。これ本当にね、まあそう、僕も今言い忘れてたんですけど、期間的にマジでベストだったかなと思います。結構まあアニバーサリーの後とかって皆さんガチャをやっぱアニバーサリーあたりで引いてたりとか、まあとはこのタイミング契約書をね完全移行後にまとめて開けた方とか、まあとは周年絡みで無料ガチャがねポンポン来てたタイミングだったので、 S ランク結構在庫として持ってるよって方とかも多かったと思うんですよね。で
なおかつちょっと少しモチベ的にも若干下がっちゃう期間なので、まあ本当にタイミングとしてはベストなタイミングだったかなと思います。で続いて直木にきさん、とてもいいイベントなので2回目もやってほしいですが、頻繁にやりすぎるのも良くないので半年から1年に1回ぐらいが一番ちょうどいいと思う。これね、まあ期間というか次じゃあいつ来るのとか、どれぐらいの間隔で来るのがベストなのみたいな話で言うと、まあ僕もこんな感じかなと思ってて、まあやっぱり頻繁にやりすぎるとね、多分ミキサーのなんか価値も落ちちゃうかなって思いますし、まあ一応ね累計提出人数での報酬があったりもするので、まあその辺の差が生まれてしまうとかっていうところで考えると、まあ僕も半年から1年に1回ぐらいがスパン的にはいいかなと思っています。でラスト左尾さん、SNS でのつぶやきが多かったように見えたし、定期的にやってくれるともっとプロスピが盛り上がりそうな気がしました。もうこれもね本当にそうで、まあちょうどねちょっと前までハッシュタグ熱いぜプロスピのね投稿キャンペーンとかもやってましたけれども、やっぱゲームの盛り上がりってそのゲーム内だけではなくて他の SNS であったりとか、まあ外での盛り上がりっていうところがかなり重要かなって個人的には思ってるので、まあその点やっぱね交換会でいい結果であろうが、まあ悪い結果であろうが、まあはたまたちょっと面白い結果になったものなら、やっぱり SNS のつぶやきツイートとかしたくなったり皆さんしたと思うので、まあそういった点ではねゲーム内だけではない盛り上がりがこのイベント生まれたと思うので、まあかなり良かったんじゃないかなと個人的には思いました。はい、ってことで、まあ以上はですね、プロスピ交換会総まとめ動画だったんですけども、いかがだったでしょうか。まあぜひね皆さんの結果であったりとか、まあツイッターとかにもたくさんいただいてましたけれども、この交換会に対しての感想であったり、まあ要望だったりっていうところですね、ぜひコメント欄にて書いていていただければ嬉しいなと思います。結構ねまあこれ公式の生放送の時にも伺ってるんですけど、まあコナミの担当者さん動画見ていただいたりとか、あとコメント欄見ていただいたりとかもしてるみたいなんで、まあぜひ皆さんの意見コメント欄にて書いていただければ嬉しいなと思います。ってことで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひともよければ高評価、チャンネル登録、そしてツイッターのフォロー等々よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。